不等線は、北海道釧路市の新富士駅から、同市の北不等駅までを結んでいた釧路、開発不等の鉄道路線である。1940年より始められた、釧路甲新不等の埋め立て工事は、釧路不等倉庫により進められていた。釧路不等倉庫は、同東各地から集荷する石炭や、その他物資の新不等への輸送手段として、専用鉄道を新富士駅より新不等まで、 建設することになった。戦時中でもあり資材確保に苦労し一部の橋脚は木製となり、機場も薄別炭鉱鉄道や廃止となった大沼電鉄より調達した。また建設工事中には空襲に遭うなど鉄橋に被害を受け、開通したのは戦後の1946年になってからであった。もっとも、不当の諸施設はまだ整備されておらず、 主目的の石炭輸送は1949年3月から行われるようになった。1951年になると、釧路不動倉庫は鉄道部門をオス別対抗鉄道に譲渡することになった。オス別対抗鉄道は車両、施設、従業員を引き継ぎ専用鉄道として運行したが、1952年に地方鉄道に変更した。その後、 炭鉱の閉鎖に伴い1970年に石炭輸送は廃止されたが、釧路港と日本国有鉄道を結び、資料や石油輸送の重要路線であったため、釧路開発不当に譲渡、継承された。しかし、1977年に西港線が開業すると、石油の輸送拠点である輸送所は西港営店、その他の貨物輸送も、 輸送量が減少し、1984年2月1日、国鉄ダイヤ改正に合わせ、1984年1月31日、限りで廃止された。路線は新富士駅で分岐した国鉄根室本線と、並走、新釧路川を渡った後釧路走車場より、分岐していた、中央府頭及び国鉄浜釧路駅までの支線である、公共輪行線と、並走。 北不島駅へ至っていた。北不島駅の東隣に、浜串路駅があった。ABCDEFGHIJKLMNOPQRST、オスベツ対抗鉄道五十年の奇跡、大谷正春著1984年7月 KS、交山発行、P130 から146。ABCD 串路市地域市研究会、串路市統合年表、串路市阿ん町。 温別町合併1周年記念串路市2006年10月1938年4月設立資本金100万円本社は東京麹町区丸の内社長の小村千太郎は三菱工業常務九州炭鉱基線代表取締役オス別炭鉱鉄道代表取締役昭和炭鉱取締役日本全国諸外社役員6 第47回上編89ページ、役員356ページ、地方鉄道及び軌道一覧。昭和18年4月1日現在国土地理院1974年、測量5000分の1国土基本図では載っていない。ありがとうございます。